皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。どうも皆さんこんにちは、勝成ご無沙汰滝沢でございます。本日の動画はこちら、ベベン！先日ご紹介させていただきました、ZOOM の新製品 G1FOUR の使い方の動画でございます。使い方でございます。前回の動画の時はなんかこんな音がするよとか、こんな機能持ってるよみたいな感じで、使い方も結構喋っちゃった気がしますけれども、そんな感じのざっくりした、紹介でしたが、今回の動画はがっつり、使い方の、動画でございます。イメージとしては、どんな方に向けた動画かと言いますと、初めてのエフェクターでこの G1FOUR を買いました。しかし、操作が複雑すぎて使い方が全くわかんねえっていう方に向けて動画を作ってみます。実際にこの G1FOUR を持っている方いらっしゃいましたら、手元に用意していただいて、もう僕と全く同じ操作をしてみてくださいませ。音作りの仕方とかね、音作りの手順とか、エフェクトの入れ方とか、そのサウンドチェックの仕方みたいな、そういったものをですね、僕と全く同じ操作をしてもらって、なんとなくざっくりとイメージをつかんでいただいて、この G1FOUR に慣れていただけたら嬉しいなという感じです。なので、コンセプトとしては、実際に持ってるけども使い方がわからなくて困ってる方、もしくは買う前にもう少しじっくりと使い方とか操作性とか機能性とかを確認したい方、そんな方に向けた動画となっております。ぜひ参考にしてみてください。画面ドン、ズババ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 バーンという感じで、お手元の方もしっかりお見せしながらやっていきますので、ぜひ実機を用意していただいて、一緒にいじっていきましょう。とりあえず、電源を入れますと、こんな感じで MS 排銀というこういう画面になるかと思います。今、ギターとエフェクターとアンプを普通につないでおりまして、一応今、音が鳴る状態です。で、まずちょっとね、一つ設定をしておいてください。オートセーブの機能をオフにする設定をしてください。まずこのセッティングのボタンを押します。ポチッとな。で、このセットアップ、4番ですね。この4番のボタン、これを押します。ポチッとな、セットアップ。そうすると、ここにそのオートセーブっていう項目があるので、このつまみを操作して、これをまずこのオフにしておいてください。もしオンの方が良ければね、オンのままでいいんですけれども、今から説明する手順に関しては、基本的にまずオフからスタートしていただけると嬉しいです。で、このオートセーブがオフになったら、セッティングボタンを押して抜けます。これで、前準備は完了。実際に音作りをしていってみましょう。とりあえず、このペダルを押すか、このボタンを押すか、すると番号が下がっていくので、まずこの何もないエンプティ59番、こちらを選択してください。いろいろこのエフェクターが噛んでる状態だとちょっとめんどくさいんで、エンプティ、何も入ってない状態からまずスタートしたく思います。59番、エンプティ。で、この画面になったら、このメモリーストンプエディットボタンを2回押します。今、メモリーモードなんですけども、1回押すとストンプモード。で、もう1個押すとエディットモード。の切り替わりがすると。で、このエフェクターは基本的にこの1番の箱、2番の箱、3番の箱、4番の箱、5番の箱、それぞれ5個箱があって、その箱の中に好きなエフェクターを入れられるというようなシステムになっております。で、今、多分1を押しても2を押しても3を押しても4を押しても、全部その、何もエフェクトが入ってないと思うので、全部バイパスになっているかと思います。空っぽなんで、このエフェクトが何も出てこないわけですね。なんで、ここにそのエフェクトをいろいろと突っ込んでいくんですが、まず最初は、ちょっと軽く歪んだ、なんかクランチなサウンドを作ってみましょうか。クランチなサウンド。参りましょう。もしこのボタンをポチポチ押しているときに、なんかエフェクトが入ってたら、こんな感じで何かエフェクトが入ってたら、エンプティって出てくるまで、一応頑張って連打してください。ずっと連打していると、エンプティ、あ、じゃない、バイパスか。バイパスで出てきます。全部この状態にしてください。まず3番に、アンプシミュレーターを突っ込んでいきましょう。基本となるアンプの音を作っていきます。3番を押します。ピョンとな。で、この右側のボタンを押していって、アンプの項目、アンプのカテゴリーが出てくるまで連打してください。大体ここら辺。この MS800 とか出てきたあたり。この MS800 はそのいわゆる JCM800、マーシャルの代表的なアンプのモデリングになるんですけども、この辺になってきたら好きなものをチョイスしていきます。とりあえず今回はじゃあクランチとのことなんで、少しハイバット系は避けて、このマッチレス系統にしてみましょうか。マッチ30。これをチョイスしてください。マッチ30。で、それぞれこのゲインとかベースとかトレブルとか出てくるんですけども、まず右側のつまみを回して、どんなパラメータがあるのかを確認していきましょう。ページ1番、2番、3番と3つページがあるはずです。まずこの項目をそれぞれ見ていくと、ゲインというのはまず歪みですね。で、ベースというのは低音、トレブルというのは広域、ページ目に行きます。でゲインにトーンに、この辺よくわかんないです。いろいろ鳴らして後で確認してみましょう。よくわかんないです。で、3番目に行くとボリューム。こんな感じになってるみたいです。順番に鳴らしていってみましょうか。まずとりあえずインサートをしてみて、3番にマッチレスの 30W のアンプの。そんな歪まないんですね。ちょっと軽く歪ませてみましょう。まず弦を上げます。お、沈んできた。で、ちょっとこもってる感じがするので、トレブルを49から70ぐらいまで上げます。がっつり上げましょう。70。お、音がハキハキしてきました。軽く歪んできたかと思います。ページ2に行きましょう。なんか原因が2つあるんですね。こっちもちょっと軽く上げてみましょうか。お、すごい。結構なんかハイブリッド、なんかファットな感じの歪みが入りましたね。この原因にっていうのを上げると、なんかそんな感じの歪み成分が付与されるようです。とりあえずこんな感じで、その分かんなくてもね、とりあえずいじってみて、ガーッと入れてみて、なんかどんな音が変わってくるのかな、どんな感じになるのかなっていうのを確認して、ああ、こういう意味があるのねっていう感じで、とりあえずまあいじってみて、なんか探っていくのがまあ基本になります。で、この時にこのいじって、その何も弾かないと違いが全く分かんないので、まあ、6弦開放でも3弦開放でも何でもいいので、まあ、軽くこう弾きながら変化を楽しむという感じです。この原因にパラメータ分かんないなと思っても、とりあえず弾きながら回してみると。なんかすごいファットになるじゃないですか、ガッと上げると。で、こんな感じで、ね、音を聞いてるとね、そういうファットになっているのが分かるんで、あ、ここのつまみ目を回すとファットになってくるんだな、ゲイン2っていうのはそういう意味があるんだなってことが分かりました。でも別に今はそのファットの音を目指してないんで、これはまあオフのままで良いでしょうと。もしそのファットな感じにしたければ、普通にもうモリッと上げていただいて全然大丈夫です。トーン2の方も分かんないですけど、とりあえず上げてみましょう。鳴らしながら。うん、全然変化が分かりませんね。これはほっときましょう。もしかしたらこの原因を上げたときに効果があるのかもと思ったんですけど、わかんないですね。うん、わかんないです。そのまま次のページ行きましょう。ボリューム。まあ、ボリュームは単純にその音量を揃えると。これを上げれば、うるさくなるし、下げれば、聞こえなくなる。これはまあちょうど良いところにその調整をしていくという感じです。この3番のボタンを押すと、ここのマッチ30という文字がちょっと消えかかります。見ていてください。ボタンを押します。ここは消えます。こんな感じ。この状態になると、この一応マッチレスのそのシミュレートは入っているんだけども、今オフの状態になっているんです。だからすごい生の状態。で、これと、入れた状態、マッチレスのこのシミュレートを入れた状態を聴き比べて、まあ、この、ね、音量の調整をしていくという感じです。あまりこの過度な変化、あるときはちっちゃいし、あるときはでっかいしみたいな感じで、そういった変化がないように調整をしていきます。とりあえずまあこんな感じでいいでしょう。マッチ30のエフェクトがここに入りました。EMI です。で、他のところにもっといろんなエフェクターを入れていきます。2番のところにブースターなどを入れてみましょう。アンプに突っ込む前に、ちょっとこの音を増幅して、このファットな感じにするわけですね。ファットにするのもありますし、ちょっとこの歪みを強くして、なんかこう、迫力を出すという意味合いもあったりとかします。A メロとかではさ、すごいなんかこう、静かに。けどもサビとかではもっとガッと歪ませてバーバーバーってしたいと、その時にブースターをオンにすると迫力が出るという塩梅になるわけでございます。2番を押してブースターをチョイスしていきましょう。ブースターでちょっとここからね、便利技として右側に大きく移動したいときは、その左を押しながら右を押すと、逆か。まあいいや、どっちでもいいです。この片方をしながら片方をしていくと、どんどんこのね、カテゴリー別に、エフェクトの一覧を切り替えることができます。とりあえずそのドライブですね。次に用事があるのはドライブらへん、この辺。これチューブスクリーマーとか EP ブースターとかなのかな。EPRC とか。そうですね。RC ブースターもどき、シミュレート入れてみましょうか。RC ブースト、これ。で、またこの、パラメータ見てみると、ゲイン、歪みですね。で、低音、広域、音量という感じになっています。あんまりこのゲインは、ね、稼ぎたくないんでしょう。ゲインをゼロにしておきましょう。どっちかというと、このイコライジングで、迫力を出していきたいですね。この2番のボタンを押して、ブースターを切ったときと入れたときの音量の変化とか、音色の違いとか。を聴き比べていくと。こんなものが良いかなと今思いました。ゲインは32、ベースは75、トレベル57、ボリューム60。こんな感じでこの RC ブースターのモデリングを突っ込むと、サビとかに使えそうな迫力のあるサウンドが出てくるかなという感じです。では次、ブースターもマッチレスの方もオンにした状態で、次はディレイをかましていきましょう。ディレイ。後ろからこの追っかけてきてくれるですね、エフェクト、やまびこ効果みたいなエフェクトですね。4番をチョイスして、左を押しながら右を押して、ディレイまで。これです。来ました。ディレイ。で、このディレイでもいくつかディレイの種類があるので、みたいな。このテープエコーにしましょう。テープエコー。その僕が鳴らしている音よりもちょっとこれ劣化した音ですね。その劣化をした音がその追っかけてきてくれるっていうエフェクトです。こんな感じ。で、このタイムっていうのをいじると、帰ってくる速度が速くなります。ちょっと鳴らしてみましょうか。で、このディレイをいじるときに、気をつけたいこととしては、普通にそのね、鳴らしっぱなしにしちゃうと、そのどんな感じで帰ってきてるのか全然わかんないんで、ミュートをした状態で、軽くこう、ピッキングをして、この跳ねっ返りを聞くようにしましょう。ちょっと真似してみてください。こんな感じです。右でこの音を止めながら、ピッキングして、この跳ねっ返りを聞くと。で、この状態でちょっとタイムを上げてみてみましょうか。タイムを上げていきます。帰ってくるのが遅くなりましたね。さらにもっとガッと上げてみましょうか。このタイムのこのね、単位、これミリセクって言い方するんですけども、ミリセカンドですね、ミリセカンド。1000ミリセカンドで1秒という感じです。なんで、このタイムを1000に設定すると、弾いてから1秒後に音が返ってくるというようなパラメータ設定になります。まあ、こんな感じ。でも、これだとちょっとさすがに遅すぎるんで、まず250ぐらいでいきましょうか、250。ガーッと回して250まで。こんな感じ。いいですね。こんな感じ。でも、これちょっとね、音が大きすぎて、なんかすごいめちゃめちゃこのね、ホラーじゃないですか。こんな感じになっちゃうじゃないですか。この、追っかけてきてくる音量がすごくでっかいんで、ちょっとこれをね、調整しなければいけません。それがどこかというと、このミックスというつまみ。今これ56になってるんですけれども、ちょっとまた試してみると、結構ね、そのね、弾いた音と跳ね返ってくる音が半々ぐらいの音量で返ってきてるんですよ。僕がその100の音量を出したら、追っかけてくる音はその100からスタートして、180、70、60みたいな感じでちょっとずつ下がってくるんです。まず僕が100の音量でバンと弾いたら、まず100が返ってきて、90、80、70、60、50みたいな感じでちょっとずつ下がっていくと。なんで、このミックスを、例えば最初は20とかですかね。そうすると、イメージとしては僕が100の音を出したら、こっちの方は40とか30とかになるのかな。ちょっと具体的に数字でいくつでいい場合かわからないですけども、まあ、その僕が出しちゃうとよりも全然いっちゃうと返ってくるという感じなんです。13ぐらいにしましょう。このぐらい。こんな感じです。で、こうやってやればさ、聞こえてくるけどさ、普通にフレーズで。こんな感じでフレーズで聞くと、その追っかけてきてる音って聞こえないじゃないですか。なんかこれ、これだったらもう別にディレイかけてる意味ないやんって思うかもしれないんですけれども、ディレイの使い方っていくつかあって、今やってるのは、その音に厚みとか迫力を持たせるためのディレイの使い方というかさ、厚みを持たせるためのディレイを今かけております。厚みを持たせるためのディレイの時は、その実音を弾いている時に、その後ろからその追っかけている音が聞こえてくるよとでかすぎるんですよ。普通にこう弾いてて、聞こえなくて。で、音をこう聞いたときになんかうっすら聞こえてくるぐらい、このぐらいが何気にちょうどよかったりとかするんで、厚みを持たせるディレイの時はこんな感じでいきましょう。で、もうちょっとタイム長くいこうかな。300ぐらいにしましょうか。ちょっとこれだと短すぎるかも。1000。で、このテイルっていうのは、ごめんなさい、わかんないです。違いがわからない。ちょっとごめんなさい。謎な機能です。オフにしてもオンにしてもどっちもいいです。ちょっと、これで違いがわかればいいんですけど、何が違うんだろう。ちょっとわかんない。で、その次、この最後、フィードバックですね。このフィードバックっていうのは、その後ろから返ってくる音を何回ぐらい返すのかという感じです。試しにガーッと上げてみましょう。100。100にするとほぼ永遠に返ってくるのかな、もしかしてこれ。わや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 。そうですね、ほぼ半永久的に返ってくるっぽいですね。なんでこれは下げてみましょうか。そうすると途中で切れると。で、これを0とか1か、1に設定すると、本当に1回だけ。返ってくるだけなんです。面白いですよね。でもこれはある程度あった方がいいんで、50ぐらいに設定しておきましょう。こんな感じ。いいじゃないですか、いいじゃないですか。かっこいい音色が出てきました。で、4つ目のエフェクターとしては、この5番目の箱に、リバーブを突っ込んでいきましょう。この5番目の箱にリバーブを、突っ込んでいきます。左を押しながら右をぶっと押すと、リバーブ出てくるので、この中から、好きなリバーブを選んでいくという感じです。リバーブはホール、ルーム、エッジホーム、スプリング、フェンダーリバーブ、プレート、まあ、そんな感じで、いくつかの、リバーブがあります。これそれぞれそのなんかリバーブの種類が違ったりとかするんですけども、まあ、とりあえずまあ一番スタンダードだと思うんですけど、プレートにしておきましょう。プレート。プレートを選ぶとこんな感じの、画面が出てきます。プレディレイ、ディケイ、ミックス、テイル。まずこの分かりやすく、まずディケイを上げましょうか。ちょっと待って。4番のこのテープエコーを1回無効にしましょう。ディレイが分かりづらくなるので、テープエコーを1回切りましょう。5番をチョイスして、プレート。で、また、ディレイの時と同じような感じで、このミュートしたまま、ピッキングをしてみて、このかかり具合をチェックしていきます。これが別にこう音を伸ばしてしまうとどんな感じでかかっているのか分かりづらくなるので、ミュートをしながら1回ピッキングをパッとやってかかり具合をチェックしていきます。このディケイを上げると、分かりやすく音がこんな感じで、なんかわけわからないことに、なっていきます。なんで、この上げすぎるとね、なんかすごい、なんか謎にそのホラーみたいな SE みたいな感じになってしまうんで、そこそこでいきましょう。そうですね、30ぐらいでいいかな、30、時計30。結構これ、リバーブの音が大きいんで、このミックスの音を、下げていきましょう。これも30いいかな。もうちょっと下げましょう。20とか20。20でもちょっと大きい気がするけど、いいや、ちょっとデモということでこんな感じにしておきましょう。で、最後にもう一回、ディレイをオンにして。いいでしょう。いいでしょう。ちょっとリレーに隠れて、リバーブが分かりづらくなってきてるので、リレーのミックスをちょっと上げます。20。いい塩梅です。いい塩梅です。で、最後に、1番のところにちょっとこういうノイズが入ってしまいがちなので、ノイズリダクション、そのノイズを取るエフェクトを入れていきましょう。左を下から右をぶっとしていって、ZN とかかな、ZNR とか、あれない。あれどうだろう。ダイナミックスの中かな。じゃあ、フィルターの中かな。フィルター。この中に入ってると見た。ない。なんかね、ノイズリダクションっていうね、そういうのがあるんですよ。ちょっとこれがね、どれだかがどこにあるかわからない。ラックコンプ、あ、これだ。左を押しながら右を押していって、このダイナミックスってやつの中に入ってます。ダイナミックスってやつを出して、で、ここから右に何回かポンポンと押していくと、これ、ZNR、ズームノイズリダクションの略ですね。これが出てきます。これをかましてあげると、このノイジーな、ちょっと音量上げましょうか。エフェクト切りますよ。そうするとすごいノイジーになります。あ、ちょっともう一回いきます。ちょっと切りますよ。すごいノイジーになりますよ。こんな感じ。入れるとこんな感じ。このね、ちっちゃいこの G っていうそのノイズをカットしてくれるわけですね。なんていうんですかね、バーッと弾いた時の音量が100だとするじゃないですか。で、何も弾いてない時の音量が0なはずなんですけれども、いろんなエフェクトが入っているから、そのエフェクトのノイズで10ぐらいはどうしても出ちゃうんですよ。なんで、100の時はね、そのまま出すけれども、もしそのね、ギターの音量が12以下ならば、全部音を切っちゃうよっていう機能を持ってるんです。そんな感じで、切っちゃう領域がその10なのか11なのか10なのか、10なのか11なのか12なのか、それとも30とか40なのか、それとも2とか3とかなのか、そんな感じでこのゲートという言い方をするんですけれども、もしくはそのスレショルドという言い方をするんですが、スレショルド。どのぐらいから切っちゃうよっていう、どのくらいから切り始めるよっていうのをここで設定します。この THRSH、スレショルドと呼びます、スレショルド。このスレショルドを今30に設定されているので、まあその30以下のボリュームの音は全部カットされているんですけれども、試しにこのスレショルドを上げてみましょうか。全開上げてみます、100。で、この時に、すごいそのスレショルドが高い水準にあるんで、ちっちゃいピッキング、もう全部切られちゃうんですよ。なんでこのバラードとかでその泣きのフレーズとか泣きのチョーキングとかしてると音が出ない可能性があると。なのでそんな感じでスレショルドの上げすぎには注意なわけですけど、でも逆にそのね、これをスレショルドを下げすぎると、この G っていうノイズが復活しちゃうんです。ちょっと音量上げますね、こっちの。で、この G っていう音量がなくなるところまで。上げましょう。もし20ぐらいでこのギターの場合はちょうど良さそうです。20ぐらい。またちょっと G って音をしますけれども、まあ何もないに比べたら全然マシなので。20ぐらいに設定しましょう。これで Zoom のノイズリダクションが、インサート完了という感じでございます。音色が出来上がりました。1番には Zoom ノイズリダクション、つまりそのノイズを除去するエフェクト、2番の方にはブースター、3番の方にはアンプシミュレーター、4番の方にはディレイ、そして5番の方にはリバーブという感じの順番で構成することが完成でございます。で、ここからね、もしこの音色が気に入ってまた使いたいなと思ったらセーブをしていくわけです。セーブをしていきましょう。セッティングボタンポチッとな。セーブ、3番です。3番。で、この3番のセーブをチョイスしたら、その保存先を聞かれるので、なんて言うんでしょう。あれなんかわかんないですけども、はい。とりあえずまあ両方のフットスイッチ、押すフットスイッチ、押すとセーブって出てきてるんで、このままセーブしたければ、両方のフットスイッチをはいと押しましょう。コンプリート、完了出てきました。で、セッティングボタンをもう1回押して、パターンパラメータ抜けると、今59番にこの音がセーブされました。もし、違うパッチに切り替わったとしても、またこの59番に戻ってくれば、いつでもこの音を呼び出すことができるんです。エディットモードを抜けてメモリーモードに行きましょう。ボタンをポチッと押します。ポチッ。で、ここから、10番とか行けばね、また違った音色が出てくるんですけれども、今日作った音色をもう一回鳴らしたいなと思ったら、59番に持ってくれば。出てくるという感じになっている感じです。はい。なんとなくざっくり、説明がなんとか納得できましたでしょうか、理解できましたでしょうか。もう1個ぐらい音色を作っていきましょう。58番に行って、また同じようにこのボタンをポチッと2回押して、エディットモードに入ってください。エディットモード。で、また、アンプシミュレーターを選ぶところからスタートしたいんですけれども、今回はじゃあちょっと、アコースティックシミュレーターとかを使って、なんかこの不思議なコーラスとかも入ったシュワシュワの音を作っていきましょう。ポイントとして、その音作りのポイントとして、作り始める前にどんな音が欲しいかをしっかりこのイメージしておくことです。皆さんが音作りするときに一番困るというかね、どうしたらいいかわかんないってなってしまうのは、単純にどういう音を作ろうかっていうイメージが持ててないだけって感じなんですよ。さっきみたいにね、ちょっとこの軽くクランチな音、歪みの音とか、もしくはガツガツゴリゴリな歪みの音とか、もしくは今からやるような、アコースティックシミュレーターとかもかまして、ちょっとこうね、シュワシュワしたサウンドとか、まあそんな感じでざっくりでいいので、こんな感じの音にしたいなっていうのを、意識しながら作っていくと良いのかと思います。もしくは好きなアーティストとか好きなギタリストさんがいらっしゃって、その音に近づけたいと。思ったならば、そのアーティストさんの名前、機材とかで Google で調べたりとかすると、割とその使っているアンプとか使っているエフェクターとか出てくるんで、それらをこう、ね、調べて書いたりとかして、近いものがこの中に入っていると思うんで、その近いものを使ったりとかして、セッティングをいじったりとかして理想に近づけていくという感じでございます。なので、いじる前から、作り始める前からどんな音にするのかをしっかりイメージしておくことが大事ということです。まず3番に、アコースティックシミュレーターの音を入れていきましょう。あれ、何だろう、何がいいんだろう、アンプでいいのかな、アンプのところを選んで、ここからパワーっといくと、どっか、あ、キャビネットとかだったな、キャビネット。全然出てきませんね。アナログディレイ。それとあれ、終わっちゃった。あれなんかアンプシミュレーター、なんかアコースティックギターシミュレーターがあったんですよ。あ、これだ。アコースティックシミュレーターは、ダイナミックスの中かな、もしくは、フィルターの中かな、フィルターじゃないね。フィルターかもしれません。フィルターの中に入ってるかもしれません。違いますね。ダメだ。ドライブかな、ドライブの中に入ってるのかな、あ、ドライブの中に入ってました。ドライブです。ドライブの中です。この AC 用 SIM ってやつはアコースティックシミュレーターなので、まずこれを入れてみましょう。そして鳴らすと、音を切ると、このきらびやかな感じが出てきたのかな。ちょっとボディの方をガッとパラメータ上げましょう。ああ、ちょっと点が出る感じなのかな。ちょっとこれ下げてもいいかも。で、トーンも少し下げましょうか。ちょっとパリパリすぎるんで。で、トップを上げましょう。いいでしょう。トップ100、ボディ48、トーン69、ボリューム80、こんな感じで割とアコースティックシミュレーター感が出てるんじゃないかなと思います。でもうちょっとなんかこのふくよかさみたいなのが足されたら嬉しいので、キャビネットの項目に行って、なんかキャビネットいい感じの入れていきましょう。こんな感じで適当に鳴らしながらビビッとくるやつをチョイスします。これいいっすね、このマーク1ってやつ。こっちがいいな。こっちにしましょう。4番のところにはこの MK1 ってやつを入れておきます。で、このマイクを近づけるか遠ざけるか、まあ、このアンプがありました。で、そのアンプにそのマイクを立ててその、ね、録音というのをしていくわけなんですけれども、まあ、このアンプがありました。で、マイクがありました。で、このアンプをアンプとこのマイクの距離感で全然音が変わるんですよ。で、そのアンプに対してそのマイクをこうベタ付けで拾っていく、集音していくのをオンって言い方するんですけれども、オンにするのか、それともオフっていくのか、それを選べることができると。これをそのオンにすると、アンプからこのめちゃめちゃ近いオンの状態で、取ってる音をシミュレートできますし、オフにすればもうちょっとこのエア感があるオフの状態を取れるという、そんな感じのシミュレートになっております。オフでいきましょう。で、これはわかんない。何が違うんだろう、わかんない、これ。これはわかんない。ハイ、ロー。ちょっと抑え気味で40ぐらいで、ローはちょっと多めに60にしましょう。OK。5番にリバーブを入れていきます。リバーブ、スプリングリバーブとか入れてみましょうか。スプリングリバーブ、フェンダースプリングリバーブ。スプリングリバーブっていうのはそのバネ、本当もね、言葉の通りなんですよ。そのバネに音を当てて、そのバネのビンヨヨヨヨンっていうのをなんかこのシミュレートするって感じなんですけども、本当のマジのそのフェンダーのスプリングリバーブ、マジでバネが入ってるんですよ。で、そのバネの音を、拾って、楽しいね、ふふって感じなんですけども、もともとのことは、このスプリングからその発想を得ている、リバーブの種類なんですが、このバネを使ったビンヨヨヨンっていう音をシミュレートしております。ヨヨヨンと。だから、ルームとか、ホールとかのリバーブに比べると、だからね、ふふふって感じで、なんか波を感じますよね。この、感覚が面白いねっていう、リバーブでございます。ハイもローもちょっと下げめにして、ミックスを19ぐらいにしておきましょう。で、2番あたりに何かコーラスを入れていきます。シュワシュワ系のコーラスを入れましょう。FX。FX。ステレオコーラスがいいですね。いいですね。で、1番にトレモロとか入れてみましょうか。トレモロ。トレモロはフィルターかな？この中に、フィルター。違う。フィルターはEQ とか。どっかにトレモロがあるはずなんですよ。トレモロを探せ、トレモロを探せ。今あったかな。いいですね。上。めちゃめちゃカクカクします。もっと滑らかにいきたいですね。で、物はこの深さなんで、これを浅くしましょう。で、レートは速さです。分かりやすくデプス、深さをめっちゃ深く。で、レートをめっちゃ速く。するとこんな感じになると。速さを遅くすればこんな感じで。で、このデプスはもうちょっと。音色が出来上がりました。トレモロがうっすら勝って、ディレイがコーラスが勝って、なんとなくここ透明感もありつつ、で、アコースティックシミュレーターが入っているからね、そのハキハキしたサウンドで、で、キャビネットの方でちょっとこの音を深くして、スプリングリバーブをかけて広がりを持たせると。で、またこのメモリーモードに戻って、パッチを切り替えたりとかして進んでいく感じなんですけれども、これができました。で、セーブをするのを忘れて、その別のパッチに切り替えようとすると、こんな感じで、いや、ちょっと編集されてるよ、大丈夫って言って、セーブしなくていいのなんていうパラメータが出てきます。ここで NO を、ね、選んで、プッていくと、さっきを作った音は何もセーブされずに、違うところに行くんですけども、この Yes を選択すると、またこの、なんでしょう、その同時に押すとセーブをできる画面が出てくるって感じなんですが、別にこれはセーブしなくてもいいので、そのまま消しちゃいましょう。NO、A、バンつって。こんな感じです。またこれ58番は Empty、何もないバイパスの状態になりました。こんなあまりなんですけど、なんとなく見えましたでしょうか。なので、一からね、その一緒に操作をしていけば、大体その全体像がつかめるかと思うので、ぜひ参考にしていただければという感じです。何度も言うんですけども、その弾き始める前に、音を作り始める前にどんな音にしたいのかっていうイメージをしっかり持つことが大事です。で、その音に近づくためにはどんなエフェクトを入れたらいいかなみたいな感じを考えていくと。で、それぞれのそのエフェクターのパラメータに関しては、もうその説明書とか見てね、その体当たり勝負で覚えていくのが一番手っ取り早いんで、まあわからないながらもね、さっきみたいな感じでいろいろいじったりとかして、ぜひ遊んでみてくださいませ。で、もし興味があれば、僕の昔の動画できっと理解できるエフェクターという動画がありますので、よかったらそちらの方も説明してますので、よかったらご覧いただければという感じです。そこでかなりそのディプスとかレイトとかスレッショードとかレシオとか、もうコンプレッサーがなんたらかんたらっていう話もしているので、きっと理解ができるかと思います。そんな感じ。だいぶ長くなりましたけども、今回の動画は以上でございます。ありがとうございます。私がどこでお会いいたしましょうという前に、その最後に、私、滝沢勝成、Twitter などをやっております。よかったらフォローしてみてくださいませ。TIKJAWA、TIKJAWA という名前で、Twitter やっておりますので、もし感想とか、ね、リクエストとか何かしらご意見とかありましたら、ぜひ僕をフォローの上、リプライを送ってみてくださいませ。それではかなり長くなりましたけど、また違うところでお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。